ウィルソンアベニュー駅は、ブルックリンクのウィルソンアベニュー、モファットストリート交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。ウィルソンアベニュー駅は1928年7月14日に、カナーシー線が当時広角間の生誕だった、ブロードウェイジアイクション駅からモントローズアベニュー駅まで延伸されたのに合わせて開業した。 通りに面したエントランスウィルソンアベニュー駅は、北高線と南行線が別の木座橋になっているという、変わった構内レイアウトをしている。これは建設当時に両側を、ニューヨークコネクティング鉄道とロングアイランド鉄道ベイ、理事支線に挟まれていた用地が確保できなかったためで、ある。各階ごとに、単式ホーム一面一線を有し、このような構造を持つ金足線唯一の駅でもある。 南高線は低い高架になっており、背の高いフェンスを通して、ホーリー取りにィ墓地を望むことができる。南高線は駅の南側でセントラルアベニューをオーバーパスした後、ブッシュウィックアベニュー、アバディーンストリート駅に向かうトンネルに侵入していく。北高線はさらに低く、地下駅のような印象の地上駅である。駅エントランスは1箇所で、 モファットストリートの東側のウィルソンアベニュー付きあたりにある。階段が3本ある。エントランスは北高線ホームに面しており、そこから階段で会場の南行線ホームに行くようになっている。北高階の東側はコンクリート壁になっており、南高線ホームには全長にわたって屋根が設けられている。壁には主に緑で縁取りされた色とりどりの鮮やかな。 タイルモザイクの帯が施されている。線路側の壁にもホームに合わせたタイルモザイクが施されていたが、1982年以降に、いつの間にか取り外されてしまった。ありがとうございます。